あ、何？あれは神主？隣にいるのは少女か？あ、どうしたん？急に始まったからびっくりした。親御さんが事故で亡くなってかわいそうだとは思うけど、こっちも商売なんですよ。何？地主？頑張ったって親御さんの借金100両。100両？買えるわけがないでしょ。今6両しかないな、坂本さんも。家を売るしかないよ。それだけは。あれ？あの家は両親の思い出が詰まった大切な場所なんです。だったら。はるかよな、声的に。君みたいな若い娘があの大金を払うなんて、体でも売らなきゃ無理だぞ。いやー、それはちょっとな。とにかく、うん、このまま払う当てが見つからないなら、予定通りあの家は売りに出させてもらうからね。そろそろ荷物をまとめておくように。それじゃ。もう重くスタートからすげえ重い話になっちゃったな、はあ、やっぱりダメか。ごめんね、なんとかしてあげたいんだけれど。てかお前そんな声しててんの？地主さんに掛け合ってくれてありがとうございました。いや、これくらい。はるかやな。親とは仲良くさせてもらってたからね。うん、協力するのは当然だよ。しかし借金を払うわてか、そんなのないよな。どうしよう。おい、どうしたんだ。首突っ込むね。三番隊隊長が来たよ。斉藤さん。斉藤さんだぞ。少女。ここで出会うんか。多分はるかよな。なやこの。なるほどな。事故で死んだ親の借金。わあ、縁が悪いやん。払う当てを探さないと、うん、この子はこの家から追い出されてしまうと。うん。だけどこんな若い子を一人で路頭に迷わせるわけにはいかないじゃない。寺田屋で一緒に住むか。この家賃ただやで。この家は特別に大切な場所みたいだし。うん、どこ連れてこられたんや急に。あ、はい、うん、この家は事故で死んだ。はい、曲流れ出した。唯一の形見みたいなものなんです。ほうほうほう。私は生まれてからずっとこの家で育ってきました。うん、うちは貧乏だったけど、お父さんもお母さんも優しくて、うん、私すごく幸せでした。ここはそんな家族との思い出が詰まっている大切な場所なんです。なるほどな。まあそれは手放したくないわな。この家まで失ったら、私の大切なものも思い出も全部なくなっちゃう。うん、それがすごく怖くて。確かに気の毒やな。それに両親の借金も元はといえば私のせいなんです。どういうこと？あの、もうめっちゃはるかにしか見えへんくなったわ。私幼い頃珍しい病気にかかってしまったんです。うん、治すには高い薬が必要で。なるほど。両親はそれを買うために借金を。はいはいはい。だからうちの借金は両親のじゃないんです。私の借金なんです。いやー、でもまあそう思っちゃう。まあね、いい子やったらそう思っちゃうか。借金もなかったし、この家を失うこともなかったのに。それは違う。親が子供のために尽くすのは当たり前だ。そうやな。それはお前の責任じゃない。うん、それにお前がそんなことを言ってるのを知ったら、天国の親御さんたちも悲しむはずだ。自分を責めるのはよせ。ええこと言うな、坂本さん。家賃払ってないのに。家賃ちゃう、宿賃。要はこの子の借金を払う当てができれば、この子はこの家を失わずに済むということだな。まあざっくり言えばそういうことやな。うん、そうだけど、うん、一つ頼みがある。この家を案内してもらえないか。案内？え？あ、はい。何する気や、坂本さん。
片付けられてんな。まあなんかイメージの古い家って感じやな。あのあの農業してんの？大根よな。うん。どう？いいでしょ。ちょっと古いけど畑で野菜も作れるし、うん、台所とかお風呂もちゃんとついてるからね。地主が欲しがんのもわかるでしょ。確かに。ああ確かにな。いい物件やな。物件って言ってもた。俺も気に入った。よし決めたぞ。決めたって何を？何を？さっき言っていたよな。この子の借金を返す当てが欲しいと。もう。うん。なら、俺がその当てになってやる。何を言い出すのこの人。どういうこと？どういうこと？俺がこの子の借金を返すということだ。なんで？どうしたん？気に入ったんこの子。信じられない。まあそうなるよな。ありがたいけど、いいの？借金100両だよ。100文じゃないよ。今で言うな、100両って。だが俺もそこまでお人よしじゃない。条件が2つある。おう。条件。条件。1つ目の条件だが、この家は俺の別宅にさせてもらう。別宅？あ、やっぱ別宅？やっぱ寺田屋には住むつもりなんやこの人。たまにはこうした田舎でのんびりと自給自足の生活を送るのも悪くない。なるほど。確かに野菜作りや料理もできるから別宅には最適かもしれんね。まあな、憧れるよな自給自足で。お前には今まで通りこの家に住んでもらう。え、どういうことです？どういうこと？まだ今日の街でやらなければいけないことがたくさんある。ここで毎日過ごすことはできない。なんかすごいこと言い出してんなこの人。この家に住み込みで家事や掃除をしてもらいたい。そうすればなるほどな。お前もこの家と離れずに住む。借金の苦しみからも解放される。いや、いい人がすぎるやろ。なるほど。すごい。まあ俺みたいなむさ苦しい男と暮らさなきゃならんという新たな問題は発生するかな。まあむさ苦しさはあるけど、坂本さん悪い話ではないはずだ。でもいい人やで。どうする？本当にいいんですか？借金を肩代わりしてもらって、その上私もこの家で住ませていただくなんて。じゃあこの子何歳なんやろ？確かに少し高い買い物ではあるがな。俺も一応武士だ。二言はない。かっこいい。ありがとうございます。よろしくお願いします。決まりだな。決まっちゃった。やった。決まっちゃったな。よかった。はい。まあそういえば自己紹介がまだだったな。俺は斉藤だ。新選組三番隊土佐町です。全然言われへんかった。やっぱはるかかい。じゃあこれからよろしくな、はるか。このはるかって感じ結構好きやねんけど。よろしくお願いします。分かる人おるかな。斉藤さんだぞ、優しくしろよ。別宅が使用できるようになりました。別宅への移動は伏見の屋敷町前にある何いる銭湯に話しかけることになっていつでも可能です。別宅の敷地内では作物や、養鶏、屋内では料理や、注文取引なの。おー、なるほど。そうだ斉藤さん、借金の返済の仕方なんだけど、ああどうすればいい？返すのは20両ずつ計5回で合計100両だね。毎回返済請求は地主から手紙で来ることになるから、手紙が来たら地主に返しに行ってね。おー、地主のいる場所は手紙に書いてあると思うよ。ほんほん、分かった。あとこれ、私からのささやかなお礼。何？
白田原田巻川瀬胸当て、ああ防具か、これは防具だよ。なんか胸園もあったな今。強い武士は武器だけじゃなくて防具にも気を使わないといけないからね。なんでお前がそんなしてんねん。神主やろ。あまり上等な品物なじゃないけど使って。別宅では、はるかと共に、のんびりとした田舎生活を満喫するアナザーライフを楽しむことができます。アナザーライフをやり込むと、得やお金はもちろん、武具素材、おー、なるほどね。アナザーライフ。おー、なるほど。急にカタカナ来たな、この世界観で。なるほど、防具か。確かに武器に比べるとあまり意識してなかったかもしれないな。ありがたく受け取っておく。どういたしまして。それじゃあ、今回は本当にありがとう。はるちゃん、はるかちゃんのことをよろしくね。おー、なんか新要素ってか、新しい要素な、このゲームの。さてと、軽くこの、家の設備でも確認してみるかな。はい、どうぞごゆっくり。室内は後回しにするか、まずは庭から確認しよう。これが、まあまあ、大根な。なるほど。で、これが、なんでこんなとこにあんねや。ほうほう。なるほど。特に、でも見るもんなくない？入る？確認するものって何？何確認すればいいんこれ。調べる。あ、クワってこと？あ、そういうことな。これは、農具置き場か？あ、はい。畑で何か野菜を育てたいときは、ここのを使ってください。うん。はいはいはい。畑仕事が面白そうだな。そこに立派な大根が、もあるが、お前が育てたのか？はい。あまり得意じゃないんですけども。あ、畑にある魚、いつでも抜いていただいて構いませんので。あ、わかった。うん。じゃあ、ちょっと抜いてみっか。大根を抜いた。めっちゃ。大豊作だ。なんか重いボイス聞こえたけど。日本か。ああ、まあこんなもんでしとこか。さて、かなり時間を食ってしまったな。一度今日に戻るとするか。うん、てなわけで。おう、いい声したな。とりあえず家の確認は終わったんで、はい、今戻るか。じゃあカットしてると思うけど、あれ、さてそろそろ行くかな。なんか光った。え、何？おい、急な主観。おお、急な主観。なんで？ああ、はるか。ああ、ごめん。ボイス付きやと思わんかった。あ、はい。何とぞ、お気をつけて。どうしたん？硬いな。まあ、確かに硬いな。え？何がです？なんか言葉遣いとかいろいろ。お礼の態度だ。そうやな。これから恩人やからしゃあないけど。もっと気さくに接してくれて構わない。まあ一応、うん。はい。わかりました。斉藤さん。いや抜けてないけど。てか変わってないけど。どうするか。ひとまずその斉藤さんという呼び方を変えてみるか。はじめちゃんでいいよ。はい。では、なんて呼べばいいでしょう。ネットで初めて知り合ったやつらか。おじさん、はじめちゃん。さっちゃんは意味やから。さっちゃんって何やねん。あ、斎藤さんのさっちゃん。なんてどうだ。さっちゃんどうよ。さっちゃん。距離感が近すぎるというか、友達気分すぎるような。まあ相手おじさんやからな。さっちゃんって顔じゃないしな。俺もそんな呼ばれ方はしたくないな。したくないんか。じゃあなんで候補にあげたし。それじゃあ、じゃあはじめちゃん。はじめちゃん、なんてどうだ。どうや、はじめちゃんは。はじめちゃん、ちょっと違和感を感じますね。逆に呼びにくいかも。呼びにくいか。そうか。まあな。まあ確かにな。それじゃあ、
はじめちゃんはちょっと呼ばれたかった、もしかして。まあでもおじさんよな。おじさんがしっくりくるよな、この二人は。ピンとこないしな。となるとおじさんとかか、うん、おじさんちょうどいいんちゃう。確かになんかすごくしっくりきます。せやろ、そやろな。まあもともと老け顔だからな。自分で言うか。実際の年はまだおじさんというほどでもない。この時何歳なんやろ。あ、30ぐらい。ごめんなさい、失礼でしたよね。30歳はおじさんなんか。いや、分からんけど。言い出したのは俺だし、構わん。お前が呼びやすければそれでいい。どうだ、呼びやすいか。はい、すごく呼びやすいです。そりゃよかった。ならまあでもおじさんが一番しっくりくるよね。これからはもっと打ち解けてくれ。じゃあ行ってくる。はい。はいじゃない、うんで。そこはそこは入り別に良い、良くない。うん、行ってらっしゃいおじさん。かわいい、かわいい。なんか2000入ってんけど。得たまったな。あ、親密度なんかあんの。うん、親密度も上がったぞって。アイマスみたいやろ、なんか。うん、あ、今日戻ってきたな。おい、借金な。まあとにかくもうちょいじゃあぐるっと回ってサブストーリー探してみるか。サブストーリーね。あ、なんか並んでんな。あ、このなんだこの行列はっつってたけど、お稲荷さん、10貫ちょうだい。お寿司屋か。あいよ、次の方ご注文どうぞ。稲荷てかおかしない角度。道に対してそんな横。まあまあまあ、そっか。でも、うん、店を背中側にしてたら、まあ、建物を背中側にしてたら迷惑なのか。でもなんか違和感あんな。ああ20ね。はい、少々お待ちを。新しく稲荷寿司屋ができたのか。それにしてもすごく繁盛してるな。サブストーリーお稲荷さん。ああ、ちょっと行ってみる。何か見る。稲荷寿司の行列がとてもうまそうな匂いする。並んでみるか。並ぶ、並ぼ。よし、並んでみよう。毎度おおきに。はあ、行儀いいな。毎度おおきに。はい、では次のお客様どうぞ。なんかシュールやな。毎度おおきに。なら行列ってほど行列じゃないけど、ラーメン屋でうまいラーメン屋こんぐらいやったら全然並ぶけどな。毎度おおきに。はい、では次のお客様どうぞ。てか桐生さんの後ろ全然並ばんし。桐生さん、じゃあ坂本さん。人気だけあって結構並ぶな。いや、そうでもないやろ。もう少しで俺の番か。毎度おきに。では次のお客様。あ、え、すみません、本日の分の稲荷寿司完売になりました。あー、もうそれはちょっとショックやな。並んで、これはショックやな。何、並んでいただいたお客様大変申し訳ありません。またのご来店お待ちしております。なんだ残念、ここの稲荷寿司本当に絶品らしいのに、次こそ食べたいな。もう少しところで売り切れてしまった。まさかここまでの人気とはな。まだ並ぶのは面倒だが、ここまで来たら一度は食べてみたい気もする。仕方ない、またの機会に並ぶことにしよう。ああ、これまた続くやつか。ああ、なるほどね。じゃあまた日が変わったら行くか。か、ちょっと離れたらもうなんか一周とかしたらいけんじゃん。ん？ああ、猫。何これ？犬？野良犬か？なんだか元気がないようだが。かわいい。待ち続ける犬。どういうこと？いや、首輪がある。誰かの飼い犬のようだな。しかし、ぐったりしているな。どうしたんや？かわいそう。腹が減っているね。何か食い物でも恵んでやろうか。食べ物与えてみっか。何がある？あー。この辺いいん？
まあ大福あげてみっか。なんかあんま良くない気がするけど、ほらこれでも食え。犬に大福をあげる男。なかなか常識ないけどな。はあ、生き返った。大福でよかったやん。くんくん。少しは元気になったみたいだな。よかったな。うん。じゃあな、お前どこかの飼い主なんだろう。早くご主人様の元に帰るんだぞ。くん言ってるけど。あれ、終わった。あっさりしてたな。待ち続け、うん。ああ、犬よ。簡単な。犬に大福をあげたよ。でもこれで、寿司、あ、寿司どう？売り切れか。あかんか。あ、なんか来た。風呂や？銭湯か。たまには風呂に入ってゆっくりしてみようか。銭湯入る？びっくりした急に。よし、入っていこう。また花屋、風呂屋おんのちゃん。質感バッチリおじさん。いい汗かく男、サブストーリー。いらっしゃいませ。バンダイ。やっぱ、ふんどしおもろいな。え？どうしたん？あ、こんな丸見えんとこで着替えんのってか。うん。西郷さんと芝木やった以来やな。ふう、やはり風呂はいい。日頃の疲れが癒えてくるな。ん？さて、そろそろ上がるか。うん。何？何飲んでんの？風呂上がりの一杯は格別だな。ん？あれ？あれ、服ないとかいう面白いやつ？ないな。冷静やな、意外に。俺の着物が、ない。やっと感情入った。すげえ顔してる。ボサ。ん？あれ？泥棒って顔しとんな、お前。坂本さん、そんな顔できた？今のは、俺の着物。遅い遅い、反応が。おい、待て。お客さん、裸、裸。ふんどしは残してくれた。ありがたいな。え？何？まさか？まさか？おい、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 ちょっと待って、ちょっと待って、情報量多い、情報量多い、情報量多い、ちょっと待って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 、待て待て待て、捕まえた。ラグビータックル。ちょっと待って、おもろすぎるやろ。ああ、いいお尻やば、ちゃうね。いいお尻やばな、ちゃうね。やかましいわ。見上げた野郎ら、まさか裸のまま追いかけてくるなんてな。いやいやいや。服も盗むな、おっさんの。ふっ、観念するんだな。いたぞ、あそこだ。おかっぴき。しまった。お前も年貢の納め時だな。く、ケツ。いや、もうそのアングルやめてくれ、頼むから。なぜこっちを見てるんだ。泥棒は俺じゃないぞ、そっちの男だ。ご用だご用だ、街中をすっぱだから走り回ってた男の。おい、そっちじゃないぞ。まあ、確かに悪いけど、悪くないわ。でもしゃあないね。何？いや、俺は着物を盗まれたからそこの男を追いかけてただけだ。言い訳するな。この変態を引っ取られろ。おい、やめろ、お前ら。面のことになってきたな。一旦銭湯まで逃げよう。え？あ、逃げた。待て、変態。ちょっと待てよ。それはちょっとお前理不尽が過ぎるやろ。どっち行けばいい？銭湯やんな、銭湯やんな。銭湯ってこっちよな。違うか。あ、銭湯そっちか。向こうか。ちょっと待って、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 ちょっと待って。ちょっと待って。こっち、あかん、間違えた。ちょっと待って、ちょっと待って。てか全然追いついてこへんな。どうすればいい、どうすればいい。危な。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ここで、ここやんな。
ああ、なんかおる。あれ、無事銭湯までたどり着けたな。ひとまず中で着替えよう。ああ、え、てか取り返したん、一応取り返しはしたん。そんな顔で戻ってくな。賢者モードの顔やん。あ、お借りなさい。うん、は、早着替え、すげえ。着物ってそんな簡単に着れるもん。ふう、ひどい目にあった。あ、いた。あ、先ほどはすいませんでした。ええ、謝られましたけど。なんかタックル しそうにしてたやろ、でも一人。ん、そうか、誤解は解けたんだな。うん、よかったよかった、はい、事情も聞きもせず変態扱いしてしまいすいませんでした。ほんまやで。うん、あの着物泥棒はどうなったんだ。はい、泥棒のやつはあの後こそこそ逃げようとしてたらしいんで、足たちの仲間が捕らえたそうです。うん、よかった。あなたに追いかけ回されて疲れていたのか、すぐに捕まえることができ、まあ距離的にはあんま走ってないけどな。まあいいけど。そうか。このところ着物を、いや、お前が仕事せえ、まず。うちに店をご迷惑かけてしまったお詫びと犯人逮捕のお礼にこちらを受け取ってください。水晶もらった、水晶か。私たちからもご協力感謝します。それではお前ら何もくれへんねんな。これから、たとえフレアであっても気を使わない方が、気を抜かない方が良さそうだな。ああ、終わった。まあ面白いもん見れたから良かったけど。ああ。